彦恵大君は琉球王国時代に国や国王を霊的に守り、祭りごとをまとめる重要な役割を担ったとされます。8年ぶりに再現されたおわら織は、新たな彦恵大君が就任した際に行われた儀式で、当時は首里城からセーファー御嶽まで1日かけて歩き、久高島を拝んだと言われています。おとといは南城市民から選ばれた彦恵大君とその一行およそ60人が近くの郵便局からセーファー御嶽まで練り歩き、平和への祈りを捧げました。参加した市民はこの日のために歩き方や所作の練習を重ねたということで、南城市によりますと、次回は4年後の2028年に実施される予定です。